どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、先日、解説ね出させていただいた、D 払い最大 30% ポイントバックキャンペーンっていうのはありましたよね、あちらとですね、なんと、ウェルシアのキャンペーンがですね併用できるということが分かりましたので、今回ですねこの2つのキャンペーンの合わせ技みたいなのをね解説やっていきたいと思います。結構ね激アツなキャンペーンになっていると思いますんで、最後までね見ていただけたらなというふうに思います。まずね D 払いの最大 30% ポイントバックキャンペーンのこちらおさらいなんですけども、こちらは8月3日から8月31日まで D 払いのキャンペーンというふうになってるんですけども、ドコモユーザー以外の人もね参加可能っていうふうになっております。こちらのキャンペーンはエントリー必須というふうになっておりまして、最大還元率が2店舗以上買い回りで 30%、 1店舗利用であれば 10% っていう風になっております。こちらね対象支払い金額が1店舗の場合は2万円、2店舗の場合は6667円っていう風になっております。まあこれでね 30% ポイントバックっていう感じになります。還元上限ポイントは2000ポイントという風になっておりますんで、こちらね期間限定ポイントの D ポイントで付与されます。で支払い方法なんですけども、 D カード払い、携帯料金合算払い、口座払いっていう感じになっておりまして、 D カードを持っていなくてドコモユーザーでもない方はですね口座払いという風になりますので、こちらねセブンイレブンの ATM でチャージすればですねこちらのキャンペーン乗れるっていう風になっております。対象店舗はスーパーとドラッグストアですね。対象店舗自体詳しく見たいという方はこちらの動画の概要欄にですね URL 載せておきますので、そちらね確認していただけたらなというふうに思います。でこちらのポイント付与が2020年9月末というふうになっておりまして、ポイント有効期限は3ヶ月というふうになっております。でこちらね先ほども言いましたけどエントリーが必須というねキャンペーンになっておりますんで、こちらのねエントリーフォームは動画の概要欄にね記載しておりますので、確実にねエントリーしてからね利用するようにしてください。次にですね、ドラッグストアウェルシアの漏れなくもらえる 20% ポイントバックキャンペーンですね。こちらね、キャンペーン先に紹介させていただきますね。こちらのキャンペーンの概要です。期間が8月1日から8月の31日まで。1回1500円以上の利用でポイントがもらえるっていうキャンペーンですね。1500円以上で200ポイント、3000円以上で500ポイント、5000円以上で1000ポイントというふうになっておりまして、上限は期間中2回までっていうふうになっておりますんで、期間中2回ね5000円以上利用すると2000ポイントがもらえるっていうキャンペーンになっております。こちらのポイントは9月末頃にね、付与というふうになっておりまして、こちらの対象商品っていうのが決まっておりまして、花王の全商品が対象というふうになっているんですけども、こちらにちょっと画像をね出しておきますけども、こちらちょっと一部ですけども、こんな感じっていうふうになっております。皆さんね普段ね利用しているものもねあるのではないのかなというふうに思いますんで、ぜひねこのキャンペーンに乗ってね利用してみていただきたいなというふうに思います。それではですねこの2つのキャンペーンの攻略法ですね、解説していきたいと思うんですけども、まずね、1つ目 D 払いの買い回りで 30% ポイントバックというふうになりますんで、まずね今回のこのウェルシアのキャンペーンを利用する前に1つねどこでもいいのでお店で利用してください。松本清とかでもねどこでもいいので、 D 払いのキャンペーンは買い回りで 30% ポイントバックっていうふうになりますんで、1つはウェルシアで確定でいいんですけども、もう1つはね松本清とかスーパーとかね、どこでもいいので一回ねどっかで利用してから、今回このウェルシアのキャンペーンにね参戦していただけたらなというふうに思います。またねウェルシアで、2回利用すればいいんじゃないのかと思う方もねいらっしゃると思うんですけども、こちらの個別の動画ではね解説させていただいたんですけども、 D 払いのキャンペーンは、買い回りでね 30% ポイントバックで1つの店舗で1回買っても、カウントに入らないんですよね。ですのでウェルシア以外のねお店で、1回ね利用する必要があります。もちろんね最低支払い金額みたいなものはありませんので、うまい棒1本とかでもねいいので、とりあえずどこかでね購入してからウェルシアにね利用するっていう感じになります。それではね2つ目ですね、花王の商品をウェルシアで5000円分 D 払いで購入いたします。そうするとですね D 払いのキャンペーン1回目っていう風になりますんで達成という風になりますよね。ですのでこちらで D ポイントが1500円ポイント T ポイントが1000ポイントがねもらえるっていう感じになります。次ですね、8月の20日ありますよね。20日はウェルシアデーという風になっておりまして、 T ポイントでね
購入すると 1.5 倍分のね買い物ができますよね。まあ、それを利用するっていうことになりますので、8月20日にウェルシアで花王の商品を5000円以上を T ポイントで購入します。で、先ほど言った通りね、 T ポイントで購入すると 1.5 倍分のね商品がね買えるっていう風になりますんで、実際の T ポイントの利用額っていうのは3334円でね、 T ポイントで5001円分ね、購入することができますので、まあ、ひとまずですね、花王の商品を5000円分以上ね買うようにしてください。そうすることによって、さらにね T ポイントが1000ポイントねもらえるっていう感じになります。こちらねちょっと分かりづらいかなと思う部分があるんですけども、気をつけていただきたいのは D 払いのキャンペーンで2店舗ね買い回るっていう点と、花王の商品を5000円2回購入する必要がありますんで、まあ、そちらもね忘れずに覚えておくようにしてください。こちらね合計するとですね、花王の商品を5000円分2回ね購入すると D ポイントが1500ポイント、 D ポイントが2000ポイントねもらえるっていうキャンペーンになるわけなんですよね。ですんで、まあ1万円を購入して、まあ、35% 還元に、ね、なるわけなんですけども、先ほども言いました通り、こちら8月20日に T ポイントで購入すると3400ポイントでね、5000分の商品が購入することができますので、お得に購入することが分かっていただけると思います。いかがだったでしょうか。今回はですね D 払いのキャンペーンと、ウェルシアのキャンペーンね、わせわざ、解説させていただきましたけども、複雑なように見えると思うんですけども、順序ね手立ててやれば、まあ、そこまでね難しくないと思いますんで、花王の商品はまあ生活必需品でね、購入できるもの結構あると思いますんで、ぜひね、こちら積極的に狙っていただきたいなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういったお得情報、ANA マイル、JAL マイル、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、ぜひね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。